知らないおじさんがついてくる。なんか家の前で叫んでるよ。一人で危険感じてる。マジで危ないやつじゃん。逃げて。こんにちは、はじめ社長です。いやマジで大丈夫か。本当にヤバい時はすぐ警察に言いましょうね。何度も登場していますが、絶対グロの出る液体、以前匂いなくすために本気で消臭をいろいろぶち込んでみたんですけども、今どうなってんだろう。ちょっと今どうなってるかわかんない、ちょっと見てみましょう。量が増えてる。そうか、量、やばい、マジでちょっと待って。おっ、ちょっと出ちゃった。まっ、助けてー、誰かー、ただっち。綺麗にしたんじゃなかったっけ。いや、消臭をがっつりかけてもなお。一回書いてみよう。一回開けます。まだいつの消臭ビートたくさん入れて消臭スプレーガンガンしてもほぼ意味がない状態でございます。どうすればいいんだと僕が考えたところ、さらなる消臭グッズを見つけてきました。こちら、匂いが消える魔法の粉完全消臭。いや、これなんか苦痛の臭い匂いを消す、前回言った消臭スプレー消臭ビーツとかとまた違う方向性の匂いの消し方です。なんかまた匂いのベクトルが違うんで、今回これが効くのかどうか試してみたいと思います。そこそこたくさん準備させていただきました。この粉を入れて匂いがなくなれば一番ハッピーかなって思っております。マジこれ嗅がせてあげたい、いろんな人に。あれだけ消臭ビーズと消臭スペル売ってもまだ健在なんですよ、匂いが。いや、あんたもうどうしようもねえよ。前回消臭ビーズとスペル入れすぎたせいで、物量的にはかなり多くなってしまいました。果たして今回、この闇の根源を断つことができるのでしょうか。ゴー、とりあえず開けてみましょう。まずはお前の力を知りたいんだよ。おいや、これ大丈夫か。絵だけ見るとちょっと本当、はっきり言うと舐め腐ってんで。でも案外こういうやつがすごい強いっていうことが多いんですよね。おお、普通に粉だ。どこにでもよく取引されてる普通の粉ですね。とりあえずぶち込めぶち込むほどなんか匂いがなくなる的な感じかな。では早速粉をかけていきましょう。まず普通にこれちょびっとかけたぐらいでは変わらないと思うんですけど、とりあえずちょびっとかけてみ、おお、とりあえずちょっとかけてみることから始めてみます。いきます。ちょっとかけてみました。これでまず匂いが変わっているのか確かめてみましょう。3、2、1。すいません、無理でした。次はもう丸々1本いきます。1本いってもダメだったら結構罪ですからね。いきます。よし、やばい、森塩みたいになってるんで一回閉じて振りましょう。はい、というわけで振りました。じゃあいきます。それじゃあ変えてみます。3、2、1。え、待って、あれ待って、ダメだ、一本ごときじゃ何も変わらんことが分かった。全部いきます。待って、これ物量的に大丈夫か。ちょっと液体を減らします。待って、やばい、オートメント、待って、やばい、やばい、やばい、あ、待って、やばい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 。いや、これはいったでしょ。もうあれですからね、液体の要素がほぼなくなってきてますから、これでまだ匂いがなくなんなかったら僕も結構厳しいところありますよ。よし、振ります。しゃあ、どうだ。中年の時を得てようやくこの長い、ちょっと待って、ようやくこの長い戦いに勝負をつける時が来たようだ。果たして絶対ゲロの出る匂いは大量の匂いが消える魔法の粉でかき消すことができるのか。いきます。お、なんか泡が立ってる。3、2、1。無理だ。